モリーナ・バッカリンは、ブラジル出身のアメリカ合衆国の女優。ブラジルの女優である母親ベラセッタとジャーナリストである父親・フェルナンド・バッカリンの間で、ブラジル・リオ・デ・ジャネーロにて誕生した。7歳の時、家族と共に、アメリカ合衆国ニューヨークのグリニージ・ジビレッジに渡った。ニューヨークにある、中東教育の学校に通い、その後、ジュリアード学院に入学した。 彼女は、ナンバーズ天才数学者の事件ファイル、メンタリスト、ラスベガス、ミディアム霊能者、アリソン・デュボア、ダート、ママと恋に落ちるまで、ザ・オシー、グッド・ワイフなど数多くのテレビシリーズに、ゲスト出演を果たした。2002年から2003年にかけて、テレビシリーズ、ファイアー・フライ宇宙大戦争に、イラーナ役で出演、テレビシリーズ、スター・ゲート・ SG-1 には、 アドリア役で2006年から2007年まで登場した。彼女は2007年のテレビ映画トレジャー・オブ・エジプト・ファラオの秘宝、2008年のミリタリー・ SF 映画スター・ゲート・真実のアークにもその姿を表した。2009年から2011年まで ABC のテレビシリーズ V に出演、アナ役を演じ切った。 彼女はこの役で2010年第36回サターン賞のテレビ部門の助演女優賞にノミネートされた。翌年、2011年第37回サターン賞では、再び同部門の助演女優賞にノミネートされることとなった。2011年、アニメテレビシリーズ、バットマン、ブレイブボールドにおいて、声の出演を果たしている。 2011年より2013年まで人気ドラマシリーズホームランドにて主人公ニコラス・ブロディの妻ジェシカを演じプライムタイム・エミー賞の助演女優賞にノミネートされた。私生活では2011年11月にプロデューサーのオースティン・チックと結婚し2013年に息子が生まれた。その後離婚調停を経て離婚が成立。 2015年には、ドラマ、ゴッサム、ゴッサムで共演した俳優ベン・マッケンジーとの子を妊娠し、2016年に出産。2017年に結婚している、モリーナ・バッカリン。ありがとうございます。